パパ、ありがとう。無事でよかった。痛いよ。すぐ良くなる。クロエだ。外にいようか。うん。わかった。ありがとう。それじゃあまた後でな。守護天使様。ステフに会ったよ。よろしくって。ステフ可愛いよね。でもクロエが一番。うるせえ。本当に。レイチェル、ごめん。え？何が？私のせいだ。廃品置き場で何もできなかった。あ？違うよ。何もできなくて固まって、そのせいでレイチェルに怪我させて。命の恩人だよ。クロエが助けてくれたんだよ。レイチェルがもしいなくなったら。そう簡単に消えないから。うん。おじさん来てたんだ。うん。まだ許せないよ、パパのしたことは。でもやっぱすごく安心するんだよ。パパはパパだから守られてる気がして。フッドさんの時みたいに。一つお願いしていい？もちろん。私の本当のママ。実感ないし、正直まだ信じられないけど、でもやっぱり会ってみたいの。本気？思ってるような人じゃないかもしれないよ。本気。まだこの街にいるかもわからないけど、間に合うならセラを探してほしいの。本当に会いたいんだな。どうしても会いたい。なら探すよ。必ず見つける。セラの電話番号パパが知ってるはず。家の鍵はマットの下。書斎の暗証番号は0722。書斎？おじさんのか。0722。私の誕生日。絶対見つけるよ。見つけてレイチェルは最高だって教える。ありがとうクロエ。
本当ありがとう。ようエリオット。クロエ、あれその髪どうしたの？ちょっとな。いいね、その似合う。あ、かわいいなそれ。ああ、マイキーにね、クロエもお見舞い？私はレイチェルの付き添いで。え、レイチェル？なんで？ああ、うん、刺されて、クソ野郎に。刺された？ああ、かなりヤバかった。マジかよ。クロエは大丈夫？見ての通りだけど。ちなみにレイチェルも無事だから。何かさ、トラブルに巻き込まれてる？相談してよ。僕は味方だ。何かあったら報告するよ。今はレイチェルのそばにいてあげないと。クロエ、僕は心配だよ。平気だ、本当に。でも最近レイチェル・アンバーにべったりじゃないか。だから僕としてはちょっと気になる。大丈夫だから、本当に何も心配ない。わかった、信じるよ。僕も頼ってよ。何か困ったこととかあったら。ああ、そうだ、僕の部屋のホワイトボード、あれに何か書いた？ああ、そういえば書いたな。そっか、やっぱな、クロエの字だと思った。何書いたっけ？詩を書いてくれた。エモくて律儀で、あとは優秀だとか。ああ、だってエリオットはほらすげえ才能あるから。そっか。またな。うん、またね。うん。